衆議院選挙どうもポールモクです本日は衆議院選挙の注目選挙区をお話ししていきたいと思いますまず10月31日は衆議院選挙ですで注目のまず数字ですけども233が過半数ということですねで 岸田内閣は与党で過半数を取るということを勝敗ラインにしております。公明党と自民党で233を取れば、まあ、OK ということなんですね。はい。公明党がね、与党っていうのがちょっともうなんかよくわかんないですけどね。大体いい30議席ぐらい取るんでしょうかね。公明党はね。うん。はい。で、次の注目の数字が自民党で単独過半数233を取るかどうか。 で次は、絶対安定多数261に到達するかどうか。えっ、ー、と、まあ、自民と公明で261に行、えー、けば、もうこれは絶対安定多数、えー。常任委員会の委員長をしっかりと独占をし、委員会の過半数をしっかり取り、これは法案が通せる数字ということになります。まあ、自民党で単独で261は今回難しいんでしょうかね。うん。あのー、立憲共産党が統一候補にしておりますので、 今までその票が分散していたものを集中してそして一騎打ちの選挙区がいっぱいありますからそこで立憲が勝つということを目指したわけですねですからもう枝野の背後には C さんがいると、えー、じゃあ立憲はもう共産党に動かされているということになるわけですけどまあそこまで分かって投票する人もいるのかもしれませんが、えー、分かんない人もいる、うん、さあどうなるんでしょうかさあ注目選挙区です まず宮城5区、安住淳、立憲民主党と、えー、自民党の森田さん、ねあのー。ぜひ2人の、えー、演説聞いてみてください。どちらが日本のことを考えているのか。あの過去の動画も、ね、安住さんはありますから、どんな発言をされていたのか。これはもうしっかり見てほしいと思います。東京18区、長島明久さん、神田乙さん。 さあ、カンナオトさんの応援を武蔵野市長かなが、カンナオトさんに投票お願いしますなんていうね、ハガキを出してるなんていう話もありますけども、これ公職選挙法でどうなんでしょうかね。はい。え長、ー、島さんとカンナオトさんは、えー、もともとこの師弟関係にあるとで。そこで、まあ、お師匠さんに、えー、長島さんが、まあ、 えー、挑戦するというようよなことになっているわけですこういう構図になっているということですね。えー、長嶋さんは相当こう安全保障について詳しい。えー、菅野夫さんは、えー、蓮舫さんとかいろんな、えー、応援議員がいっぱい来てですね、えー、いろんな人に応援されてお、えー、りました。さあどうなるんでしょうか。はい、神奈川八区。江田健二さん、三谷英弘さん。さあ、この江田さんの兄、えー、さん発言。兄さんに。 課税すするぞと言ったやつですね、えー。本当にそれで本当ですかと、ソニマシさん、あのプライムリーダーのソニマシさんも、あと三浦瑠璃さんも、えー、念を押して、本当なんですかと、マジで言ってんですかと、ちゃんとこれ、助け船に近いですよね。あ、ません、ちょっと、あの、感謝しました。その場で訂正することもできたんですが、堂々と課税しますと言ったわけですから、経済政策、えー、担当の、えー、代表代行、えー、立憲民主党の幹部が、えー、 分かっていなかったのか、NISA を潰したいのか、よく分からないんですけども、えー、枝,野は枝野さんはしっかり、えー、課税しませんなんてことを言って、一部の幹部が、えー、なんか勘違いしてたみたいなことを言ってましたけども、まあ、これはもう取り返しがつかない発言をしたわけですね。堂々と自分の信念を言ったんですから、負けちゃいけません。で、三谷さん、えー、高橋さんとか菅さんとかが応援に入ってましたね。あとは浅見ので青山ある議員も来てました。 ただ、その三谷さん、えー、の話ぶりっていうのは、やっぱりまあ、その応援の方が来ると弱く見えるのは、見えてしまうのはしょうがないんですけどね。まだまだ、伸、えー、びしろがある、勉強するところもあるんだろうな、ということを感じるのが三谷さんですね。さあ、どうなるでしょうか。はい、新潟5区。米山隆一さんね。あの、元新潟県知事です。そして、えー、もうひどい不祥事で、えー、新潟県知事を辞めて、 そして、この新潟5区で、えー、立候補するんですね。えー、よく立候補できますね。それだけの不祥事を起こして泣き、泣きながら確か人員会見してた人ですね。で、この人は学歴は、学歴はすごいんですよ。うん。だけど学歴があっても、えー、賢くない人の代表でしょうかね。面白いですよね。うん。やっぱりそうなんですね。学歴ってあくまでも、ちょっとした指標でしかなくて、えっ、ー、と、ものを考えたり、判断したり、 あと、モラルだったりしていいこと、悪いことっていうのは、学歴では測れないってことがよくわかるのが、この米山さんって人ですよね。はい、奈良行く。えー、馬淵純夫さん、小林茂樹さん。うん。で、あと、ここはもう関西ですから、維新が強いというところで、さあ、ここは誰が制するのかというところですね。もちろん、この立憲の後ろには共産党がいるわけですよ。うん。ですから、共産党を封じるには、 自民党と維新がしっかり協力してね、逆にこっちは協力して、えー、票を固めるということをしなきゃいけないのに、関西ではそれを済んでない。ということは、結局、えー、自民と維新が対立しているところで、漁夫の利を得るのは立憲、共産党ということになりかねないということですよね。これ戦略が、えー、ちょっとどうなのかなと。はい、出ました大阪10区、辻元清美。 社民社会党社民党どういったかこう複雑ほとやってきた人ですが今立憲共産党におりますいやこの人はいやこの人のところにありますよ山田克さんがあの山田克さんが応援に行って小選挙区は辻本さん家比例は自民党へと要求わかんないこと言ってあの重鎮がね重鎮つってもどうしようもないんですけども山田克さん いや辻元さんは客観的に見て今、ね、今までその秘書,秘書の給与を流用して有罪判決を受けた人です。まあ、犯罪者ですね、この人はね。うん、で、まあ、その後は、もちろんその、えー、時間が経っておりますけれども、えー、しっかりそういうきちっと、厳選的に汚い人だということが、もうこれは立証、えー、されている人であり、あとは、えー、北朝鮮、新北朝鮮の人であり、えー、そして、えー、新チャイナであり、 新共産党であり、そして関西生コンのつながりがある人であり、えー、極めて日本のことは考えていない人でね。日本の国益は考えていない候補の一人ですね。でも、受かってきたんです、今まで。7回も受かってますからね、当選回数7回。強いんですよ。さあ、どうなるんでしょうか。はい、大阪14区、えー、長尾隆さん。注目ですよね、この人ね。で、えー、維新との、まあ、これは戦いになるわけですよ。で、 長尾さんは、えー、自民党の人でありながら、えー、公明党が応援してないんです。あの他の自民党の候補に対しては、えー、公明党は、えー、選挙協力をしてるわけですね。うん、だけど長尾さんに対してだけはしてないんです。つまり長尾さんは、えー、公明党が、えー、応援したくない人なんですね。でも 政権与党でで連立組んでるわけじゃないですかなんでこの人だけそんなことをするのかというと、長尾さんは、えー、チャイナに対してしっかりと言うべきを言って、しっかりとした活動を、えー、議員活動をしてきたからなんですね。だから、えー、公明党というのは、親、えー、チャイナ、親親しいというよりは、えー、尽くす方ですね。えー、公明党は、えー、中華人民共和国のためにある政党であり、そのために、えー、存在している政党であり、 えー、そのために政権与党に食い込んで、政権与党を内部から崩す、自民党を内部から崩すためにある政党であるということですから、こういう、えー、チャイナに対して言うべきを言う、しっかり活動している議員は、何としても公明党を落としたいわけですね。ですから、えー、どっちに応援しているのかな、もちろん維新の,この青柳さんが勝つ見込みがあるので、えー、青柳さんが受かるように、えー、公明党は活動しているはずです。 えー、長尾落としを公明党はやってるはずです。では、これも注目な選挙区ですね、はい。兵庫7区、はい。山田健二さんという人はあの、守る会のメンバーの人ですね。えー、と日本の国益を考えている議員の人です、はいで。その対立が立憲共産党の安田さんですよね。ななんだろうなちょっとこう見栄えがい,い ちょっとこう、清潔感がある女性を出して、対立に立てていくというのが、やり方だと思います。あと、維新が出てますから、票が割れていきますから、さあ、どこに最終的には票がいくのか。はい。日本のことを考える人に集まってほしいところですね。はい。えー、福岡2区。えー、ここも鬼木さんという人が出てるんですが、えー、維新の人っていっぱい出てて、えーとまあ、関西で強いんですが、その吉村さんという人はね、非常に魅力的で、 あの非常にこうはっきりしている人でいいんですけども、あの維新の候補って、話を聞いたり、政策見てるとスカスカなんですよね。え基本的には維新の人っていうのはもうだめだと思いますね、はいあの。橋本さんって人がまず、えー、どうしようもないん、ね、で、あの人ね、あのまあえー、中国にまあ取り込まれちゃったんですよね。でそれであの、新チャイナの、ね、コメントを一生懸命テレビで頑張っておりますけども。えー ここでで票を潰しちゃってるわけですよね維新と自民党でね。で、臨機共産党が浮上する可能性もありますし、とにかく日本の国益を考える人、日本のために尽くす人、日本のために命を投げ出せるような人、その覚悟の議員が、えー、国会に、えー、行ってほしいと思います。じゃあ、以上になります。はい。はい、どうも、本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。コメントや いいねいただけますと励みになりますのでぜひよろしくお願いいたします。